深谷あ氏は、日本の政治家、東京自民党政経塾塾長、衆議院議員、郵政大臣、自治大臣、国家公安委員会委員長、通商産業大臣、自由民主党総務会長等を歴任した、東京府東京市浅草区に生まれ、後に、旧満州のハルピンへ一家で移住、第二次世界大戦敗戦後、 日本へ引き上げ、台東区立小学校内の引き上げ車住宅で育った。1954年、19歳で東京都立港北高等学校を卒業し、1956年に21歳で、早稲田大学法学部に入学する。1960年、早稲田大学法学部を卒業。1963年、台東区議会議員選挙に出馬し、初当選を果たした。 1965年、1期目の途中で、台東区議を辞職。1969年の東京都議会議員選挙に、台東区選挙区から出馬し、当選。自由民主党に所属した。1972年、都議会議員を辞職し、第33回衆議院議員総選挙に保守系、無所属で、旧東京パックから出馬し、当選。後に、自民党に復党し、 1976年の第34回衆議院議員総選挙では自民党公認で再選を目指したがロッキード事件の煽りを受け時点で落選した。1979年の第35回衆議院議員総選挙では旧東京パックトップで帰り咲きを果たす。1980年に労働政務次官。1982年に総理府総務副長官に就任。 1990年、第二次山内閣で郵政大臣に任命され、初入閣した。1993年、細川内閣の成立により、自民党は1955年の決闘以来、初めて野党に転落した。深谷は予算委員会筆頭理事に就任し、同じく予算委員会の理事に就任した野中博文と共に、予算委員会で細川内閣を追求し、 1994年5月23日の質疑では、総価学会名誉会長の池田大作が、ローマ法王に当てた新書が、連立与党である公明党を通じ、首相の羽田勤がイタリアを訪問した際に、羽田により、バチカンに渡された疑惑を追求した。1995年、村山改造内閣で、実地大臣権国家公安委員会委員長に就任し、二度目の入閣。 小選挙区比例代表並立制導入後初めて実施された1996年の第41回衆議院議員総選挙では東京2区で旧民主党の鳩山国尾に敗れたが重複立候補していた比例東京ブロックで復活した。1998年自由民主党総務会長に就任し初めて倒産役入りした。翌1999年 東京2区選出の鳩山国夫が東京都知事選挙への出馬を表明し、衆議院議員を辞職。深谷は、補欠選挙への出馬を模索するも断念した。同年10月、小渕再改造内閣で通称産業大臣に就任。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、東京2区で民主党の中山義勝に敗れ、比例復活もならず。 現職閣僚でありながら落選した。そのため、投票日の翌日からパリで開かれる OECD の閣僚理事会への出席を急遽取りやめ、経済企画庁長官の坂谷太一のみが出席した。2003年の第43回衆議院議員総選挙でも落選。落選後、東洋大学大学院経済学研究科客員、教授に就任。2005年の 第44回衆議院議員総選挙の大きな争点の一つであった優勢民営化に関しては自民党の優勢賞経験者である野田聖子、事件昇三郎、八代栄太らが反対を唱えて離党する中早々に賛意を表明し東京に行くから自民党公認で出馬。民主党の中山義勝に比例復活すら許さない大差をつけて圧勝し5年ぶりに 国政へ復帰した。なお、自民党の内規では、小選挙区で2回連続で敗退し比例復活もできなかった候補者は、公認を受けられないが、特例で立候補が認められた。2007年の第21回参議院議員通常、選挙では、東京都選挙区から出馬した、保坂三蔵の選挙対策本部長を務めるが、保坂は、時点で落選した。 2008年自由民主党総裁選挙では、石原信明の推薦人代表を務める。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、東京2区で中山義勝に敗れ、落選。なお自民党は73歳以上の候補者の比例区への重複立候補を認めていなかったため、比例復活も実現しなかった。2012年6月22日、 投稿人の条件である支部長選人の年齢制限に抵触することから、直送選挙には出馬せず、引退を表明した。深谷は、潮時だ。なすべきことをなした後は、自ら身を引き、次の世代に渡すことが、天の道だと述べた。ありがとうございます。